目が合うと顔ってやります。気をつけてください。白いテープで下から出してください。お願いします。はい、ライオンが近くに来たら、瞳の色をね、よく観察してくださいね。瞳の色、黄金の瞳です。ゴールデンアイズって呼ばれてますからね。下ベロ、よく観察してくださいね。どうですか、ライオンが近くに来るとちょっと臭いかもしれません。これがライオンの体臭になります。なんでライオンが臭いかというと、生涯水浴びしない動物です。雨水大嫌いですから、かなり臭くなります。目と目が合うと顔ってやります。さあ、皆様お気づきの通り、皆さん今乗用車のお客様に見られております。すいませんが、皆さんもう少し楽しそうにしてくださいね。よろしいですか、お願いします。はい、餌揚げ終わったらハサミしまって黄色い箱で蓋してください。はい、人間はちょっとね、臭うことがあったみたいですね。大丈夫ですよ、お腹入ってきませんからね、安心してくださいね。